福国神社。これ秀吉さんの像かね、これ。こうするにね、秀吉さんの像でございます。立派な建物でございますけどね。なんか入ってくるなって雰囲気いっぱいなんで、どうなんでだろうこれ。随分歩かなあかんな、これ。随分と歩かんなきゃいけないな、これ。大阪のビル群でございます、これ。上には飛行機が飛んで、あんなにビルが建ったかいね。あのツインビルがあっただけやったな、わしらが大阪来てるときは。おお、ここに石水があるよね。この石水何だこれ。いやー大変でございました。1時間ちょっと歩いたかね。もう電池も切れそうやね。1時間20分ぐらい持つんやけどね、普通はね。もう切れるこれ。ポカポカしてるわ。もうちょっと持ってくれんかね。あと2、3分やな、これ。400年ぐらいなんのかね、これ。はい、やっとね、見えてまいりました。あれ、これ右やか左かわからんがね、これ。左やろな。あ、左やね。昔歩いたとこ歩いてみるか。昔イメージはね、この辺全部あのチェーンを張ってあったんですよ。あのさっきあの上がったとこね、あれは何、50年ほど前はどうやったかな。なんかしかし人は多かったね。昭和45年ぐらいか、一番最初はね。なんかごたがしてる中、それから何回か来とんねんけど、2018年来た時はもうびっくりしたね。外人だらけや。昭和45年と、JR 美少年駅から乗ってね、JR で環状線に乗って、ほんで、森の宮で降りて、ほんで、歩いてこう入ってたよな。今、記憶を蘇ってきましたわ。まあ、全然変わってますよ、これ。本当にね、分からへん。ちょっとわからんな。イメージがさっぱりつかめない。ここはね、ちょっとやっぱりイメージ変わったな、ここはな。なんか狭いね、イメージがあったんやけど。この上上がってからね、狭い道だったんだけど。カメラとか8ミリとかがやってたな、8ミリとか。ソニーのハンデカムとかいろいろやってたね。全部なくなったね。まあ、いらんやろ、言うてね。で、今は、
スマホでも撮れるからね。時代が変わったのは変わったけどね。1時間半まで、まあまあ電池はあんねんけど、もう腕が痛い。もういいよ、切っていいよ。まだ録画してるの。どの辺やろな。ここやからちょうど真っ直ぐぐらいか。ここやろ。真っ直ぐ抜けたぐらいやけど、どっから行くかな。どっから行けるの。なんか道が長すぎるけど、あっちやったら遠回りになるし、左が行ってみようか。昔は小さいね、噴水があったんですよ。ちっちゃい噴水が、それは記憶に残ってます。あ、近かった昔はね、噴水がね。鳩が上に乗ってます、鳩が。一応並木や。え、この辺やったけどね、間違いなければ。よー、電池持ってこれたんで1時間20分以上になるけど、全く切ってないんやけど、途中ね。暑っ。気温は8度か9度しかないんやけど、暑い。歩いてるから遊具がいっぱいあるんだけど。この人は面白そうやな、これ。ほら、遊具がいっぱいでございます。あ、車がいっぱいになってるんだね。ほら、だし。子供が走り回ってるけど。あの上乗った面白そうやけどな。じゃあ、なんかこけたらいいからな。これは子供が遊びに来たらおもろいよ、これ。どうぞ中、くぐりていきますか、これ。ほら、これ高いところが、ほら、さすが上がれるんですよ。こんなとこ上がれる。水田が1本、2本、え、1本、2本しかないね。3本。降りるとこ1本、2本。